解なものがあります。それは何かというと小論文。付け焼き刃なりの答案の作り方とは何かというと、その人の性格に合った答案の作り方になります。今ね、その人に合ったっていう話をしました。これって本来はあんまり良くない。具体的に言うと、例えば優等生タイプ、優等生タイプの答案っていうのは、どうも、じゃあ篠原です。今回は後期試験対策をやろうと思ったら見るべき動画ということで、後期試験対策について話したいと思います。この動画を見てるということは、後期試験を意識した勉強っていうのをまあやっていこうという段階だと思うんです。もしかしたら昨日前期の試験が終わったばっかりでこの動画を見てるっていう非常に意識の高い人もいるかもしれませんし、フォロフォロやるかとスタートしたっていう人もいるかもしれません。いずれにせよ後期試験というのをこれから受けるということで、どうやって勉強すればいいのかということをお伝えしていきたいと思います。最初にやるべきことがあります。後期試験受けるんだったら過去問の入手、これが必須ですよというところですね。とりあえずですね、ありとあらゆる手段を使って過去問を手に入れてみてください。例えば学校の方で赤本の図書館みたいなのがあって、そこで情報を仕入れるってことができるかもしれませんし、予備校に行ってるんだったら予備校がデータを持ってるっていうこともあると思います。こういった情報を仕入れ、ぜひその問題をやってください。やる問題の数としては最低3年分はやりましょう。ざっくり3年分やって、あ、こんな感じかと、こういう問題が出るんだなっていうことが分かればとりあえずいいかなっていうふうに思います。ほとんどの大学は共通テストの点数でほぼ合否が決まりますので、この過去問をある程度、手に入れるだけ手に入れてバババッとやって、よし OK と、多分これでいけるはずぐらいな感じでやってもらったら大丈夫です。ただですね、ちょっと厄介なものがあります。それは何かというと小論文。これがやるべきことの2つ目になります。もしね、今小論文が試験にないよという人は、今字幕で書いてる時間まで飛ばしてください。3つ目の大事なことをそこで伝えますので、そこまで飛ばしてもらえたらと思います。ここからもう小論文の話をします。絶対にやらないといけないことがあります。それは何かというと添削なんですね。問題を解いて自分の答案の何がいけないのか、どういうところが良くてどういうところが悪いのかという添削指導を必ず受けてください。添削指導に慣れてる人であれば、勉強というか答案の方針というのをある程度作ってくれると思います。いい先生であれば小論文の添削するときに付け焼き刃ってことが分かってるから、付け焼き刃なりの答案の作り方を教えてくれると思います。付け焼き刃なりの答案の作り方とは何かというと、その人の性格に合った答案の作り方になります。今ね、その人に合ったっていう話をしました。これって本来はあんまり良くない。というのもですね、本来小論文をちゃんとやろうと思えば、用語を覚え、用語の背景の教養を理解し、書き方を学び、賛成意見だったらこう、反対意見だったらこうっていう、まあいろんな書き方っていうのがあるので、それを勉強した上で、じゃあやってみって言ってやって添削するっていうことを結構丁寧にやらないといけないんですね。だいたい3ヶ月ぐらいかけて勉強していくっていうことが必要になるんですが、それができないじゃないですか。で、それができないっていう風になると何をするべきかっていうと、あんただったら多分こういうこと書くでしょと、こういう論調だったら書きやすいでしょっていうことを踏まえた上で、次じゃあこういうところ意識して書いてみてくださいと、それである程度やってみたら、ここちょっと良くないんで次こうやって書いてくださいっていう風に正確に合わせて答案を作っていくっていうことが重要になります。これが付け焼き刃の小論文対策ですね。具体的に言うと、例えば優等生タイプ、優等生タイプの答案っていうのはよくできてるんです。よくできてるんですが、あまりにも綺麗事が多すぎるんです。ちょっと現実見たらこんな綺麗事通りうまくいってないでしょ、だからもうちょっと現実的なことを書いてくださいっていう風に言います。あるいはあまりにも大胆なタイプですね。大風呂敷広げすぎちゃうかと、そんな大風呂敷広げすぎても判例がいっぱいあるでしょと、ダメな例がいっぱいあるからこうこうこうしていきましょうみたいな感じでアドバイスをしたり、逆に繊細すぎるタイプですね。細かいことを気にしすぎるタイプは大雑把でいいんですよと、ある程度大枠で捉えてもらって構わないよみたいな感じで、その人その人の性格に合った答案作りっていうのを指導力のある先生だったら教えてくれると思うんですね。これまで長々と話して何が言いたいかっていうと、ネットでただただ小論文と検索して出てくる情報って、先ほどの理想的なちゃんと1年間みっちり対策する人の答案作りだったりするんですよ。起承転結がどうとかね、そういうことをきっちりきっちりやっていくみたいな感じだったりするんですが、まあ間に合わないですね。 1,2 週間でどうこうできるっていうレベルではないかなっていう、付きっきりで見たら別ですよ。毎日1時間付きっきりできっちりきっちり見ていけばまだなんとかなるかもしれませんが、僕でもちょっとギリぐらいかな。僕でも正直1週間くれたら一応なんとか形にできなくはないけど、でも厳しいですよと、できる方じゃないですよっていうようなレベルです。それをですね、ただただネットで情報を調べて
て見て聞いてできるか、できるわけがないんですね。なのでぜひ添削を受けてください。信用できる先生に自分の答案何がダメですか、どういう答案作りするべきですか、僕はこれからどうやって書けばいいですかっていうのを聞いて、ダメなところをダメ出し食らってください。これを続けていくことで大体自分なりの答案の作り方っていうのができるようになってきます。これができるようになればあとは本番出すだけというところになります。僕の指導経験上だと大体5回ぐらいやれば大枠が固まってきます。10回やればまあまあ恥ずかしくない答案ですよと、多分受かりますよっていうのができますね。なので最低でも5回は添削指導を受けましょう。過去問が手に入らないなら似た大学の傾向の問題を教えてもらって、それに関する勉強法もぜひ教えてもらってください。どこどこ大学の傾向だったらこの大学が似てますよとか、こういう大学の問題やってみるといいですよとか、あるいは大学の問題よりも現代文の教材やるべきっていうタイプもいるんで、現代文の教材これこれやってくださいとかね、こういうアドバイスをもらってそれに合わせて勉強していくっていうのが一番いいかなと思います。これが一通りの小論文対策になります。もちろん売ってる参考書買ってもらってもいいんですが、大学ごとに特化した勉強していかないともう間に合わないので、参考書読んでどうこうするっていう時期じゃないかなとは思います。ラストですね、3つ目話していきたいと思います。3つ目は体調管理、昼夜逆転せず朝起きる、とりあえず勉強する、椅子に座る、できたら昼寝せず、これまで受験生として1日10時間ぐらいやったと思いますから、10時間ぐらいの勉強を続けていただくと、それをとりあえず後期まで続けましょう。前期の合格発表が出て合格してたらもうそっからもう極論何ぼ崩れてもらってもいいんで、ちゃんと入学手続きさえ終わったらもうどんだけゲームしてもどんだけ遊んでも何してもいいので、とりあえず朝起きましょう。6時半とか7時には起きよう、日付が変わるまでには寝ましょう、それを続けよう、風邪ひかない、うがい手洗いちゃんとする、これを守っていただく、これを続けてください。前期のね緊張の糸がプツンと切れて勉強やる気起きない、わかりますよ。僕はですね、京大の試験が終わった後3日間ずーっとプレステやりました。京大の試験会場から家に帰る道中でプレステを買ってずっとプレステやってました。コールオブデューティーをねずーっとやってましたね。で3日やれば飽きるんですよ。3日やって飽きて朝起きて図書館行って帰ってくるっていうのをね、1月の1日から1週間ぐらいやって合格発表の日を待ってましたね。遊びたいっていうのもわかるんですよ。もうこれまで頑張ってきたからね、疲れた、しんどい、休みたいっていう気持ちもあると思うんですが、ちょっとだけ頑張ろう、あとちょっとだけ。これ頑張ってくれたら大学受かってればね、その後は何ぼ遊び散らかしてもらってもいいし、今ここでやってる後期試験の勉強って、例えば小論文とかだと大学に入った時のレポートの書き方とかに繋がっていくんですよ。だから別にそんな損にはならないから、後期終わったらリフレッシュしてもらって構わないので、あと1、2週間だけちょっとだけ頑張ってもらっていいですか。ということで今回後期試験対策やるべきことを3つ紹介していきました。後期試験対策でやるべきこと、まず1つが過去問ですね。これはぜひやってみてください。そして小論文やるんだったらぜひ添削を受けると。過去問は大体最低3回分、小論文に関しては過去問の添削、センスある人で5回、センスない人で10回はやらないときついかなと思います。これぐらいは添削を受けてください。ラスト体調管理ですね。緊張の糸がねもうプツンと切れて勉強したくないっていう風になるかもしれません。やりたくないなと思ったら1日2日1日ぐらいもう遊び散らかしてもらって構いません。3日やれば飽きますから、3日やって飽きて、さあそっから体調管理気をつけて後期試験までやるぞというふうに思ってくれたらなと思います。はい、ということで、あ、ごめん言い忘れましたけど、前期お疲れ様でした。前期試験ね大変だったと思うんですが、あと1、2週間だけ頑張ってみてください。今回のはこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。